どうもこんばんは、中居正広です。まもなく、バレンタインデーが近づいてきます。ね、これを見てる人の中でもね、男性も女性も多分ワクワクしながら、あの人にもらえるのかな、うん、あの人にあの人はもらってくれるのかなと、今日の、ね、ゲストの方々も多分今ワクワクしてると思います。出賀賞の、お二人と今野清志郎さんです。どうも。どうもよろしくお願いします。出賀賞、片山さんと、はい、黒沢さんですね。よろしくお願いします。はじめましてですね。はじめまして。知ってる。何を知ってます僕の。味一問目とか。知ってるね。知ってます。知ってるね。味一問目ご存知ですか。ご覧になったことあるんですか。見て。何回か再放送を何回か見て。あの漫画大好きでさ。料理のあの、あれを読んで、ドラマを見てみようか。俺あれに出てたんでさ、あ、ちょっといいなと思った。あ、そうですか。嬉しいです。いいじゃない、あれ。いいですか。僕も役者としてもやっぱりじゃあ、言っても大丈夫ですかね。役者としてやる頑張っても。あ、いいじゃん。その子に合ってると思うんだけど。合ってますかね。で、思ったよりさ、今日会ったらさ、可愛いよな。思ったより俺もなんか思ったより可愛い。可愛いですか、うん、あんま言われたことないですね。いや可愛い可愛い。思ったよりって思ったのはどんなテレビとかって見てるとさ、なんかちょっとこうクソ生意気なやつだなと思ってでも今日会ったら全然違う。すごいとこ行く。そうですか、うん、いいよ。好印象ですね。いい好印象、いい印象だな。好印象、ね、好印象難しい感じしてんの。でも清志郎さんにとってはもう黒沢さんや片山さんはもう、やれるだけでやっぱり嬉しい気持ち。片山さんは近所のアパートに近くに昔住んでて、え？だからサックスはうるさいなと思って、これ怒鳴りに行ったんですよ。うるさいもんです。ね、そう、あ、そんな国立のね、もう全然昔の話なんですけど。何年前ですか？もう20年以上前ですか。30年前だ。30年はいかないだろう。ないか。それから今度 RC サクセションが売れ始めた頃に、一緒に合流しまして、で、あのサポートっていうか、ずっと RC サクセションにやってたんです。そういう感じで。それで古澤さんと、それで今度古澤さんっていう人と僕がグループをやって、それで清志郎が一緒にやった。清志郎さんっていろんなセッションをしますよね。で、この間の篠原さんもそうですし、ソロとしても活動しますし。そう、篠原さんがね、あのね、なんか言ってました。バカうんこって言っといてくれって言ってました。この間電話で話したんですけど、バカうんこ。でも言ってたもんさ。バカうんこですか。どういう意味なんだろうね。バカで臭いってことですかね。いやそう。バカって何しかですよ。そう。うんこ感じ強いな。感じ強いな。やっぱりダメだ。辛くて暗くて
白く笑う。みんな楽しそうなんだよ。 This program is brought to you by Tower Records。 履き違えた靴でも。黒沢さんはでも昔はでも小さいライブハウスとかで、いや今だって何やってんだよバカ野郎バカ野郎ってずっとそうだよ。ちっちゃいライブハウスだっていいんだよ、まあ、でもお客さんっていうのはそこに音楽があればいいじゃん。でいいですけども、うん、お客さんもちろんいますよね。3人とか5人とか、ね、少ないの3人5人ですか。だからそういう時もありますよ。ちょっとだってさ、うん、いい年の大人がさ、うん、仕事行って500円って仕事じゃないだろ。ギャラがっていうか給料がですね、大変だよ、まあ、要望の手握っても家賃払えないとどうだ出したことねえかごめんなさいなんで謝るでももっとたくさんのお客さんの前で自分の音楽を聴いてほしいなっていう気持ちってありませんでした？いや、あるよな。それはいつもありますよ。今でもやっぱりもちろん、ただそれそのお客さんのに合わせて音楽変えるのはちょっと嫌だなっていうところはありますけども、まあそこがせめぎ合いですね。うん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 。さんでもそういうね経験昔ありました？もういっぱいありますね。いっぱいありますよお客さんにいなかった経験とかもあります？あります、あります。そういう時どういう気分ですか？いやでもあんまり関係ないよな、うん、もう自分たちの世界だけで音楽をそうそう自分がこうカーッと言ってれば、うんうん、でも悲しくないってことじゃないよそれはさ分かるでしょ。それ何人ぐらいでやられるんですか音楽？それだからお客さんより多いんだよこっちがだから今日勝った負けたってお客さんの方がやる方よりも少ない。今日は勝っちゃったな。でもメジャーになりたいっていう気持ちっていうのは俺たちがさ、メジャーとかマイナーっていうのを俺知らなかった。いや本当最近になって少し分かったよ、ね、自分じゃさ一番かっこいいのがジャズだと思ってたから、でその当時考えてみれば一番かっこいいのがやっぱジャズだって。だから何の疑いもなくこれはかっこいいって思っちゃったから。そうだから今言うと思ったんですけども、ジャズアルバムってあるんですよ、スマップの。おお、そう。出がしょうでさ、スマップ歌ったらいいかもね。ああ、相当面白いと思うよ、なあ、やりますか、じゃあ僕らと、でも僕ら知ってます？知らないですよね、ブラッシュ。知ってるよね俺、キムタクも知ってる。キムタク知ってます？一応、名前は、顔は、結構いいと思う。いいと思います、好き好き見てるじゃないですか結構知ってんのね。なんで知ってんの？あれが良かったんだよな。なんか時代劇やったんだよ。誰がですか？キムタク。あ、やりましたやりましたやりました、現代と何か、あれ見てね、いいと思った。あ、なんだっけな、あれじゅっちゃんなんですよなんだっけな、ありましたありましたありました、だからあなたもその味一問目なんで結構十ちゃんよく見ますね。あ、そう。どっちも十ちゃんですよ。俺あんまり意識してない。十ちゃんっていうのは何？チャンネルが十。ガチャ一二。あ、そうかそうか。九十の十ですね。父ちゃんだな。え？父ちゃん。どこ行きました今？表彰さんに改めて。そうか、十ちゃん。たまたまそうなんだよ。たまたま、そう、たまたまひねってるから10なんだ。そんなの俺分かんないよ。なんか分かんないですよね。チャンネル変えてないんじゃないの？変え方分かんない。10しか映らないとかないですよ。最近チャンネルついてないもんね、テレビ。もうリモコンパチ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 。
っこいいんだろ、ええ、知ってるよ、知ってる電源分かるよな、そんなんだよだから電源って書いてあるとこ押すと押すと、まあ、一応つくんですよ、うん、知ってる知ってる結構知ってるじゃないですかなんだ、あとなんか聞いてごらんいや、初めて会った時ね、うん、ライブに飛び入りしたんですよ、僕は。え、出川賞のライブですか、ね、そうそうそう、清翔さんが、ええ、あの札幌かなんかで、え、飛び入りで入って、うん、ほんで、ちょっと歌ったんですか、うん、サックス吹いたりな、うん、あっち歌ったりした。その時にやっぱり出川賞のその魅力みたいな、うん、どこに惹かれました一番。あのね、ピンときたところはどこですかね。あのね、カチッとしてないところカチッとしてない決まり事がないんだ。リズムがブワーってこう広い大きい感じですかね。だから俺たちがダメだって言ってる。違う違う違うだからさ、ちゃんと大元のそのラインはちゃんとしっかりした上でのあれじゃないですか。いや、まあよく言えばねそう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 悪く言えばどうでもいいんだから。え、どうですか、どうでもいいって。だってだからその俺たちそういう風にやってきちゃったんだよ。だから今度さ、なんか楽器できないの楽器楽器は例えば何でもいいんですか。何でもいいんだ。あんまり、あ、やんない方がいい、ええ、笛とかできますよ。あ、いや、ええ、いや、あとオカリナとか。あ、いいね。本当、ええ、本当くればいいじゃん。くればいいじゃん。こうフィーフィーフィーですけども、ええ、だからいいよ、今度くればいいよ、突然たまに暇な日はあるでしょ。いや、もう暇ですよ。じゃあいいじゃん、出してくれます僕、うん、出してくれるとかそういうのないんだから。だから客が3人かもしれないんだから。いいじゃん、いいですか、うん、面白いよ。そんななんかあんまり深入りすると良くないな君もほらご両親もいることだしちゃんと生活しなきゃいけないしな。どうもすいません、ね、だから俺はいいや俺ウイスキーダメなの。あ、ウイスキーだ、すみません、うん、そういうなんかかしこまった。え、トイレ行こうかな。あ、いいっすよ、トイレ行きます。え、どうぞどうぞ。え、ちょうどいいですね。じゃあそしたら3人で走って。ありがとうございます、すみません。ぬるみかなんかこうなんか。いや、すみません、ありがとうございますいや、もう止まんないですかね。トイレってどこにあるんですか。いや、ここから本番ということでいやトイレ行きました。本当この2人が作ったの、ね、プロデューサーだな。じゃあ古澤のお父さんは。お父さんドラム叩いて一曲作っただけだもんね、ええ、でもあの人は なかなかいいとこつくんですよ、うん、いいとこつくって言いますか。あのいろいろ変なことばっかり言ってるよりも、ええ、音楽でこうなんかやったりするときに、ええ、ポソッポソッとね、ええ、ポイントを押さえるわけですよ、ええ、それでやっぱりいないとね困っちゃう人なんですけど、やっぱいなくちゃいけない存在だったりするんでしょうかね。出川賞にしろ、ええ、そうなんですよ。さっき清翔さんがおっしゃってましたけど、なんかこう決まり事のない、うん、そういうところに魅力を感じたっておっしゃってましたが、どういうことですか、決まり事がないっていうのは。その音楽を通じて思ったことですか。まあ大体の線はあるんですけども、うんうん、まあ、そこがどういうふうに発展していってもいいみたいな、うんうん、そういうのは自由なんです。うーん、だから教師が歌ってて、うん、急にやり始めのサックスを吹き始める、うん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 、もちろん OK、 それでそのままこう曲がそのまま進行しちゃうと、うん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 、そういう意味のいかめさっていう。そうそう、だからそこで中居君が入ってきて、うん、オカリナ吹いてもおかしくない、全然もうバッチ。はぁしかも古澤さんです中井です。そっちですしょんべんですか。しょんべん少々。早かったね。早いね。俺は早飯早ぐそ芸能地って教わったからさ、早いんだ、何でも早いよ。でも早い、うん、ね、あ、喧嘩は結構早い、すぐ手出たな。そう、弱いんだけどさでも勝ってきた、ね、これ皆さんに聞きたいんですけども、音楽そのくくりの中で何が一番大切だと思います。一番大切なこと。一番大切なの、
なんかな、まともだけど気持ちかな。技術的なことよりも、テクニックはいらなくて教わったから。テクニックすごい。気持ちね。巨匠さんは、一番大切なことって何だと思います？何でしょうかね。気持ちですかね。大体衝動っていうんでしょうかね、そういうのが大事だと思うんだけどね。やりたい衝動、歌いたい欲みたいなもんですかね。ああ、そうですね。それを歌わないで黙ってるとちょっと良くないんじゃないかなと思うんだよね。体にも、片山さんは気持ちいい、まあそうですね。京城さんはそのやろうっていうやりたいっていうその気持ちですよね。はい、そういったわけです。いいね。あ、これ最後ですね。音楽、一番何が大切だと思います。やめないことです。終わり。This program has been brought to you by Tower Records.